皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、年末年始爆買いアイテム紹介ということでやっていきたいと思います。ずっと躊躇してたんですけど、もう年も変わるしということで、そういう迷ってたアイテムを全部バンと買ってきました。新作コスメをちょろっと、ずっと狙ってたコスメ、あとは撮影に関するアイテム、美容家電、服、こんな感じですかね。実はアイテム数は少ないんですけど、1個の値段が高いものをバンと買ってるので、ワクワクしながらご紹介していきたいと思うので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは早速どうぞ。ではまず安い順番で出していこうと思います。これはさっきリストに入れ忘れたんですけど、こちらです。じゃん、ドトールコーヒーのラッキーバッグ、福袋です。服とかね、もともとあまり福袋を買わなくて、ドトールコーヒーを買ってみました。30袋入ってます。別にそんなに買うつもりがあったわけではないんですけど、たまたまドトールの前通りかかった時に売っていて、結構やっぱり家で過ごす時間が増えたので、美味しいコーヒーがあってもいいかなと思って買ってみました。一応ちょっと中を開けてみます。でも普通にコーヒーが入ってますね。ハワイコナコーヒーブレンドだって。ハワイ行きたいですよね。めっちゃ行きたい。もうこんな感じで全部で30袋入ってます。はい、ちょっとまあおまけ的な紹介でしたが、これはついつい買ってしまったアイテムのうちの一つです。じゃあ次いきます。ディオールのサンククルールクチュールアイシャドウです。689番ですね。実はずっと前から気になってて、せっかくだし年末だし年の節目だしということで、自分へのご褒美的な感じで買いました。発色はですね、こんな感じなんですけど、今日はこっちのこの色で仕上げてます。こんな感じです。すごい可愛いですよね、これ。一応両方とも今日はこれで仕上げています。色的には結構こう赤みブラウンっぽい感じなので、大人っぽくも仕上がるし、もう私はドンピシャで好きな色で、よく使っちゃいそうな予感がします。ということで、まず1個がディオールのアイシャドウです。はい、それでは3つ目のアイテム、こちらイブサンローランのルージュオリュプテシャインリップ3本買いました。7月1日だったかな、発売の新作アイテムです。買いました。買うつもりなかったんですけど買っちゃいましたね。実は本当にさっき届いたくらいの感じで、今回お店行かずにネットで選んだんですけど、私も実は初めて見ます。1個だけつけてるんですけど、ちょっと開けながら紹介していきます。まず最初が121番です。ちょっと分かりにくいかな。結構ですね、ラメがこれ入ってるのが分かるんですけど、肉眼だとなかなか難しいかな。昔使ったことはあったんですけど、久々に使ってみて、この滑らかさとみずみずしさに感動しました。温かみのある、まあ、ベージュっぽい色してるんですけど、そんなに自分の色と変わらずに、私はめっちゃ使いやすいなって思いました。ちょっと塗ってみます。はい、こんな感じです。めっちゃこれ良くないですか。可愛いです。本当に血色感のいいベージュリップって感じですかね。マスクとかには多分ついちゃうかなって感じです。割り切って使う系ですね。いや、でも乾燥はマジでないし、個人的にはめちゃくちゃ使いそうですこれ。ではでは次は122番です。ちょっと赤っぽいのかなって感じですけど、比べるとかなり赤っぽいかも。ただなんかこっちと比べちゃうと、これがすごい逆にブラウンに見えてくるし、これがめっちゃ赤く見えてくるんですけど、赤ってよりかはレッドブラウン、まあブラウンリップっぽい気はしますね。ちょっと一旦唇にこれも塗ってみます。あ、でも可愛いこれも。はい、こんな感じです。やっぱちょっと赤っぽい感じはあるけど、でもなんて言うんですかね、このリップ自体がめちゃくちゃみずみずしくって、透け感が結構あるので、ゴンってきつくなる感じはなくって、チュルチュルしてて本当にちょうどいい発色になるなと思います、うん、でもさっきよりはかなり色ははっきりするので、濃いめのメイクとかにも合わせやすそうな感じですね。華やかな感じには一気になる気がする。最後130番です。これ122と結構似てそうですね。あ、もっと赤い感じなんだ。そう思うとこれが今度すごいブラウンに見えてくるし、なんかオレンジブラウンくらいだったのかなみたいなイメージになってきますね。っていうくらいこれが結構赤っぽいです。うん、やっぱりかなり赤く見えますね、比べていくと。
1個前のやつと比べるとやっぱりちょっとブラウンっぽいダークな感じが抜けているので、より透明感とかは出やすいかなって感じです。なんかそれこそ春とかに向けて使えそうですよね。すごく可愛いですね。全部可愛いですね。全く買うつもりもなかったし、ノーマークだったんですけど、なんか狙ってる春コスメを皆さんにインスタで聞いた時に、これが可愛いからちょっとチェックしてみてくださいっていうメッセージをいただいて、見てみたら、あ、可愛いなと思ってついつい買ってしまいました。あとなんか私がちょうどそれを探してた時がね、人だと先行発売ってしてて、先行発売に私弱くて、先行発売って言われると早く手に入るから買わなくちゃって思っちゃうんですよね。っていうのでついつい買ってしまいましたが、まあでも結果買ってすごい良かったなって感じで、可愛いし使えそうです。皆さんにもぜひぜひ使ってみてほしいなと思います。まあ、今この撮影のタイミングで揃ってたのが、新作はイヴサンローランだけだったんですけど、この1月ね、めちゃくちゃ春コスメ大量に発売されるので、それは私も手に入れようかなとまた思ってます。ではあと3つアイテムがコスメ以外であるのでご紹介していきます。ちょっと本当にね、有益さは皆無かもしれないけど、こっからもう紹介したいだけって感じです。はい、では4つ目のアイテムです。ずっと前から本当に狙ってました。それがですね、こちらです。じゃん、リファのドライヤーです。箱は取ってあるんですけど、一応ですね使ってます。もうずっとですね、リファのドライヤーが欲しかったというよりかは、いいドライヤーが欲しかったんですよ。ヘアビューザーだったかな、サロンとかで買えるような、美容院のもう本当に使ってるようなドライヤーを買おうと思ってたんですよ。でそれがシリーズがいろいろあるんですけど、一番いいやつだと7万とかして、いや、ちょっとそれは高すぎるかなと思ってて、いろいろまあ聞いたりしてたんですけど、今だったら結構もう話題になってるのはリファだし、性能的にリファもすごくいいからおすすめっていう風に言っていただいて、価格見てみたらリファの方が安かったので、で、確かに最近リファのドライヤー使ってる人多いなと思ってもリファに決めました。一番いいなと思ったのは、やっぱり乾かし終わった後の髪のサラサラ感ですね。引っかかりとか絡まりがもうほとんどないし、髪自体も結構なんかサラサラなんだけど、ちょっとしっとりしたような、ツヤっぽい水分含んだような乾き上がりになります。それっていうのを夜乾かした時点で、まあ、感じるっちゃ感じるんですけど、私的にそれよりも驚いたのが朝起きた時の髪の仕上がりですね。朝起きるともう竹ぼうけみたいにバッて爆発したりってことが結構あって、だけどこれは朝起きても本当にもう夜のまんま目覚められるくらい絡まりが本当にないです。実はですね、今日巻いてるんですけど、巻く前でもう本当に髪の毛何も触ってない状態の動画があるので見ていただきたいんですけど、こちらです。ちょっとメイクはしてしまってるんですけど、髪は後でやろうと思って何にも本当に櫛も溶かしてないくらいなんですけど、これくらい絡まらないので本当にすごいと思います。朝髪の毛が絡まらないっていうだけでかなりストレス減るし、本当にびっくりしました。あ、こんなに朝違うんだって思いましたね。みんななんかこういういいドライヤー買う人って買った方がいいよって周りにも言うけど、いや、そこまでかなと思ったけど、私も本当に買ってよかったなと思ってます。あとですね、乾くのも結構早いんですよ。トータル乾かしてる時間は10分ぐらいで全然乾ききったので、意外と早かったですね。めっちゃこれ話すんですけど、なんでそんな風に仕上がるのかっていうのをお店の方にちょっと聞いてみたんですよ。買う時に髪を乾かしてる時に、まあ温風が出てるから熱くなるじゃないですか。その温風によって、このリファのドライヤーは当ててる時にここで髪の温度を察知するらしくて、でその髪の温度が60度以上になる時にちょっと風の温度を弱めてくれるらしいです。こっちで自動的に、なので髪が傷みにくいらしいです。で、あとイオンがなんか出てるらしくて、でもそのイオン出てるって言ってるドライヤーって結構安くてもたくさんあると思うんですけど、イオンが空気中に舞っちゃったりするんじゃなくって髪にめっちゃこう吸着するらしく、すごくしっとりとした乾き上がりになるそうです。すごいリファの宣伝みたいな感じすごいんですけど、宣伝じゃないですよ。すごい良かったです。でもこれ、はい、4つ目のアイテムは、これはですね、何の皆さんの役にも立ちませんが、こちらカメラ用のマイクを買ってみました。ミラーレス一眼で撮ってるんですけど、特にマイクとかはなく、本当にそのカメラ内蔵のマイクで拾って出て音声を、例えば外でちょっと工事が始まったりとか、それこそ車がエンジンで発進するだけでも結構私撮影を中断してたりして、地味になんかストレスだなと思ってたんですよ。やっといろいろ調べた結果、マイクを買おうとなりました。ちょっとまあ一旦開けます。結構ガチですねこれマイクとテレビ局とかで見るモフモフがついた、ちょっとわかんないけど多分こういう感じかな。アメリカンドッグみたいですね。ただあとこうやってカメラの上につけるやつがあります。
こういうのはね、あんまり説明書を読むっていうのが好きじゃないんですけど、ちょっと一旦雰囲気でいきたいと思います。豆知識的な感じになっちゃうんですけど、マイクにもいろいろ種類があって、このマイクから見ていろんな方向の音を全体的に拾うマイクと、もうこの向いている一方通行の音だけを拾いやすくなるマイクとかあるんですけど、いろんな方向の音を拾っちゃうと結局雑音が入るので、もう今回は私の声だけを拾うためにこのマイクを買いました。あのノイズ加工も何もしていないカメラの中の音声で撮った音がこちらです。こんにちは、マイクテストです。って感じです。こんにちは、マイクテストです。違いがお分かりいただけましたかね。シュールでしたね。今日はもう普通のカメラでずっと撮ってますけど、次からこのマイク使っていきたいと思います。ということで、少しマニアックな商品でしたが、ずっと欲しかったマイクを手に入れました。はい、ということで最後のアイテムです。一番今回の中で高い商品です。ちょっとなんだこれはって感じなんですけど、開けていきたいと思います。はい、こちらのコートです。買いました。この色かわいい、すごいかわいいし、形がめちゃくちゃ綺麗なんです。2ヶ月くらい前にお店で見かけたんですけど、もう高すぎたし買うつもりがなかったので諦めて、だけどどこを探してもやっぱりこれに勝るいいなって思えるコートがなくって、もう一回買いに行ったらもう在庫なくって、オンラインでギリギリラス2ぐらいでゲットできたアイテムです。はい、一旦ですね着てみました。やっぱりサイズがね、本当はもう一個ちっちゃいと最高に良かったかもしれないんですけど、それはあの時買わなかった自分がいけないですね。全体の形は後でお見せするんですけど、顔の周りの形、かっちりしすぎてないちょっと緩めな雰囲気が出る感じがすごく好きで、生地もちょっと薄いんですよ。あったかいんですけど薄いみたいな、柔らかい感じが本当に出てます。全部説明がちょっと下手すぎるんですけど、コートだけどずんぐりむっくり感があんまりないかなと思います。このポケットがあるんですけど、全然形的に目立たないなと思って、ポッケがあることが目立たない。これすごくスッキリとしてます、全体的に。あと後ろは結構ですね、深めのスリットが入ってるので、そこもまた個性的だし、形もより綺麗に見えるなと思ってて、であと一応別で紐がついてるんですけど、ツーウェイで着ることもできます。普通に前で縛ってもいいし、後ろで結んじゃって前から見た時によりスッキリと見せるみたいな感じで着てもいいらしいです。で、多分家の中だと分かりにくいので、その外で撮ってきます。紐なしで着用した場合の全身です。158センチですが、丈はすねくらいで、一般的なコートよりも少し長いと思います。色味は今の映像が一番近くて、このくらい暗いブラウンです。まあ撮影機材とかはちょっと必要経費だった気もしますけど、ドライヤーとかコートとかは本当にもう欲求で買ったので本当に贅沢をしました。まあコスメは自分が欲しいって思う目的以外にも紹介するっていう他の目的があるので、これからも多分お金をどんどん使っていくんですけど、まあそれ以外の意味でここまでお金使うのは多分しばらくないというか無理だなと思うんですけど、なんかもうザ・ YouTuber みたいな感じの企画ができて楽しかったです。お付き合いいただきましてありがとうございます。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。